皆さんこんにちは。山梨県のバラ苗専門店小松ガーデンの後藤みどりです。いやー暑くなってきました。バラのつぼみ も膨らんで開花直前になってきましたね。楽しい季節がここからやってきます。店頭のロザベールのバラも早々からつぼみが出たのはもう色がつき始めているのもあります。そんな形で虫もやってくるので今日は朝から薬剤散布などしてました。みんながバラを楽しみにしていてくれるので見に来る方にもっともっと楽しんでいただけるように手入れに勤しんでおります。今日はお話ししたいのは枝代わりっていうお話ですね。アイスバーグとツルのアイスバーグ、そんな違いをご存知ですか？そのお話をしてみたいと思います。それでは皆さん、アイスバーグとツルアイスバーグっていう同じ名前でツルとツルじゃないのがあるのご存知ですか？よく買われた方でツルのアイスバーグを買ってしまってなかなか咲かないんですけどなんてお電話いただくこともあるんですよ。実際同じ名前でツルとツルでないもの、そして似たような名前がついてるようなもの、結構違いが分からなくて買ってしまうこともあるので、そのお話を今日させていただきたいと思います。もちろんアイスバーグ、そしてツルのアイスバーグって聞くと、あ、ツルだからツルの方が大きくなるんだろうなっていう想像はつきますよね。ツルだからもっと伸びるんだろうな、普通のアイスバーグだったら木バラでこじんまり咲くんだろうなっていうのは想像つくと思うんですけれども、その違いって何なんでしょうね。ということで、アイスバーグ、そのもともとあった一つの芽からそこが突然変異を起こして別の品種になってしまう。でそれがツル性であったり、ツルのように芽からスーッと伸びてきて、あれ、この枝だけ花は咲かないなぁなんて思っていると、アイスバーグのツルの突然変異が起こる、そういうケースがあるんです。ここにアイスバーグの鉢植えがあります。アイスバーグからは2つの枝代わりが発生してるんですね。1つはここの芽から、普通はここで白い花が咲いてまた繰り返し咲く、そういう木バラなんですけど、突然ずーっと伸びてきてツル性になったツルアイスバーグ、そして白い花の中にあれ、ピンクの花が咲いた、これが枝代わりの特徴なんですね。花色だけ変わった、葉っぱの形も花の形も変わらないんですが色だけが変わった、そんな品種があります。濃い色が発見されたんです。ピンクアイスバーグという品種が発表されました。その品種からまたさらに濃い色が出たんですね。同じように咲いてる中で、あれ、これだけ色が濃い、それがブリリアントピンクアイスバーグっていう名前になってまた発表されました。そしてまたまたさらにそのブリリアントピンクアイスバーグからもっと濃い色、結構元のこの白いバラからだと想像がつかないくらい濃い、こんな品種が出たんです。バーガンディアイスバーグ。なのでアイスバーグといっても、白いアイスバーグ、ピンクアイスバーグ、ブリリアントピンクアイスバーグ、そしてバーガンディアイスバーグと4つも花色が違うものが出てるんですよ。面白いですよね。他にも花色が変わったものがあります。例えば皆さんが結構ご存知なイエルドロンサールっていうピンクのつるバラがありますけど、その枝代わりでブランピエルドロンサールという白いバラもあります。見た目は少し似てるんですが、かなり白が強くなってますね。同じように強健なツヤツヤした立派な葉っぱがついていて、ツルバラでは結構人気品種です。もう一つはピエドロンサールがローズ色になったルポールロマンティックっていうツルバラがあります。これまだあんまりメジャーじゃないかもしれないんですが、ロンサールと一緒に合わせても素敵ですし、雰囲気がね、とっても葉の色が合ってるので花色がこう混じり合うととっても綺麗ですよね。小松ガーデンでも最近とってもよく売れてますね。皆さん、新しい品種が出るといろいろと楽しみ方が広がるなって、そんなのを感じます。何でもかんでも枝代わりが出るわけじゃなく、出てない品種の方が逆に多いんですよ。枝代わり品種のとてもいいところお伝えしますね。例えば先ほどのピンクアイスバーグとアイスバーグ、白とピンクで咲くって言いましたけれども、結局その受精が同じタイプで同じように大きくなり、そして同じ時期に咲く、ここがすごくいいところなんです。
例えば隣同士で一緒に咲かせたかったのに、こっちが早く咲いてこっちが遅く咲いてなんていうことはよくあることですよね。あ、もっと一緒に咲けばここが賑やかで素敵なコーナーになったのになんていうことも結構あると思います。そんな時に同じ品種同士の色違いで植えたりすると、とてもそこは素敵な感じにいつも咲いてくれます。こんな風にうまく枝代わりの品種を使ってお庭を華やかにすることができますよね。そこが一つの魅力でもあります。バラ選びというと、うちでは100以上あるので、あ、選びづらいだろうなとは思うんですが、皆さん選ぶのも一つの楽しみとして考えてください。この前品種紹介なんかもしましたが、やはりバラは選ぶ時から楽しい。何を買おうかな、どれにしようかなって、それが一つの楽しみの趣味だと思います。皆さんのお庭でも咲いていたら、あれちょっと色が違うなとか、そんな発見がもしかしたらこれからあるかもしれません。じっくりよく見て、いろんなところで楽しみを見つけてくださいね。小松ガーデンではこちらのいろいろな苗を枝代わりも含めて販売しています。ぜひその花色を見にまたロザベールにいらしてくださいね。